こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。皆さんは日本にある北朝鮮と言われる島について知っているだろうか？今回は日本にある北朝鮮。50年以上独裁が続く謎の島がすごい。について解説していくぜ。それじゃあゆっくりしていってねー。日本にはそれは本当に現代日本の話だろうか、と思うような風習が残る島や地域がある。そんな場所の一つである島が姫島村だ。離島という閉鎖的な環境には往々にして少し常識と外れた事件風習が根付くものだが、この島もその例に漏れず奇妙な風習や事件が多数存在している。島や地域独自の風習とかってよく聞くものね。姫島村がなぜ北朝鮮と言われるのか、リアル日暮らしの泣く頃にとも言われる島の詳細や独裁体制、過去の殺人事件や日本の田舎の怖い闇を感じさせるエピソードについて解説していくぜ。よろしくお願いするわ。姫島村は九州の大分県北東部、国東半島先端の先にある島だ。東西約 7km、南北約 4km の小さな島だ。人口約1700人でこの島にある自治体はこの村一つだけ。一島一村ってやつね。大分県には9つの有人島があるが、他の島含め大分で唯一の村なんだぜ。島の産業は漁業と観光業が主だな。海に囲まれているとやっぱり漁業は欠かせないわね。漁業ではカレーやタイ、車エビの養殖などが行われている。姫島車エビっていうブランド商品もあって人気があるそうだぜ。へぇ、養殖もしているんだ。国指定天然記念物の姫島の黒曜石産地や、国選択無形民俗文化財の姫島盆踊り、渡里町のアサギマダラなど風光明媚な観光資源も特徴だ。観光地としても見どころ満載ね。また、大分県の国東市からフェリーが出ていて、夏になると海水浴などの観光客が訪れる。島の中には公立の小学校と中学校が一つずつあるだけで、高校大学はない。じゃあ高校大学に行くため、島外に出る人も多いのね。姫島は、縄文弥生時代に西南日本に広く分布した黒曜石石器の原産地としても知られる。地表に露出し観察が容易な黒曜石産地は全国的にも貴重なんだぜ。多くの黒曜石が黒色であるのに対し、姫島産のものは白みがかっていて極めて特徴的だ。黒曜石って黒色だけなんだと思っていたわ。また単に黒曜石の産地としてだけでなく、第四紀後期の火山活動現象を表す場所としても貴重な7つの姫島火山群がある。だから天然記念物に指定されており、長く保存を図ろうとしているんだぜ。こういう場所は大事にしたいわね。実は姫島の島名の由来は日本初期から来てるんだぜ。え、そうなの？奥から国の王子の角が嵐とが白い石から生まれた姫と結婚しようとしたが、姫はこの島に逃れて姫こその神になったとされているところからなんだ。他にも日本書紀や古事記に登場する国海神話の舞台とされ、古い歴史がある。すごい。そんなに歴史ある島なんだ。そのため、古い神話にまつわる姫島七不思議ってのがあるんだ。七不思議、ぜひ教えてちょうだい。まず最初は仙人堂だ。観音崎に馬頭観世音を祀った小さなお堂がある。大晦日の晩に祭祀に追われた島民仙人をかくまったという伝説があるらしいぜ。仙人も？二つ目は阿弥陀柿。灯台の下の海食洞窟内に柿が群生し、海水に浸かることがなく、食べると腹痛を起こすと言われているんだ。その柿が阿弥陀如来に似た形をしているからこの名が付けられた。阿弥陀如来に似ている柿ってなかなか想像するの難しいわね。三つ目は浮き巣。沖合の小さな墨漁業の神、勾配様を祀っている。高部様と鳥居は高潮や大しけの時でも海水に浸かることなく浮いているように見えるらしい。まさに不思議な場所、ぜひ見てみたいわ。四つ目は拍子水。姫こそがお歯黒をつけた後に、口をゆすごうとしたが水がなく、手拍子を打って祈ったら湧き出した水。神話って感じの面白い言い伝えね。五つ目は加熱け石。姫こそがお歯黒をつけた場所だ。別名お歯黒石で、お歯黒をつけるときに石の上にちょこと筆を置いたところ、その跡ができたそうだ。どうやってその跡を判別したのかしら。六つ目が浮田。大蛇の夫婦が住んでいた池だったが、埋めてしまったため、大蛇の怒りで田が浮いているように揺れると言われる。浮いて見える田んぼっていうのも想像できないわ。最後の七つ目が逆さ柳だ。姫こそが使った柳の用事を途中に、逆さまに刺したところ、目を出したので逆さ柳と言われている。どれも面白そうだし、実際に七不思議巡りしたくなるわね。ねえマリサ、今のところ超魅力的な島紹介動画になっちゃってるけど大丈夫？それがこの島、日本にありながら独裁政治が続いているんだ。ここからは姫島村で続いている独裁政治について解説していくぜ。お願いするわ。1960年から2024年現在まで、村長は二人だけなんだ。え、二人だけしかいないの？しかもその二人の村長は親子であり、親子が姫島村の村長職を独占しているんだ。世襲しているってこと？ああ、そうだ。この村の特殊な点としてまず挙げられるのが、長きにわたって選挙が実施すらされていなかったという点だ。
民主主義の日本という国に属しながら、ああ、民意を反映するための選挙という制度が実質存在していなかったということから、この村の特異性がよくわかるよな。住みよい北朝鮮。アルソンギは島をそんな一言で表現した。北朝鮮のような体制で住みやすいなんて笑わせてくれるじゃない。島の民は健康で文化的な最低限度の生活を営むために、選挙による民主主義よりも選挙を行わない下等支配を選んだんだ。無投票による独裁、つまり親子による世襲体制を受け入れたわけだな。詳細が気になるわ。姫島村長選が選挙戦となったのは、1955年が最後だった。その村長選は、現職と新人の一騎打ちで激しい選挙戦となったらしい。結果はどうなったの？藤本健吉氏が僅差で当選したが、1957年に親戚が石を盗掘した疑いが浮上。藤本健吉氏は病気を理由に辞職している。2年で辞めちゃったんだ。後任は？ああ、選挙で敗れた鹿野亀太郎氏が村長に無投票で就任した。だが1959年に村長の鹿野亀太郎氏もなぜか村長を辞職したため、1960年1月に藤本熊雄氏が無投票で姫島村の村長に就任したんだ。壮絶な選挙戦の上どっちもすぐ辞めちゃうなんて、なんかちょっと心がざわつくわね。しかも最終的に無投票。それから熊雄氏はずっと無投票当選で村長を続けていたが、1984年10月に任期中に亡くなった。そして1984年11月26日に前村長の長男である藤本昭雄氏が無投票で村長に就任した。それから昭雄氏は2016年までずっと無投票で姫島村長を続けてきた。この親子二人だけで60年以上。姫島村での村長選挙は1955年に行われたのを最後に2016年まで60年もの間、村長選挙は行われず、無投票で藤本親子が村長職を独占してきた。つまり、どちらも投票用紙に自分の名前が書かれたことが一度もなかったの？そうだ、そして島の主のごとく村長の椅子に鎮座してきた親子というわけだな。当然、村役場の現役職員は藤本村長しか知らない。そりゃそうなるわよね。しかも80代以下の島民に至っては、村長選びに参加した経験すらないわけでしょ？ああ、約2000人の誰もが自分は村長選というものに参加しないと信じ込んでいただろうな。親子で自治体のトップを選挙なしで歴任という、まるで他国の王族のような話が日本国内の村で実際に起こっていたというのは驚くべきことだな。でもなんで島民は選挙をしない現状に不満を言わないのかしら。姫島村にその奇妙な独裁政権が続く理由って一体何なの？その理由がさっき言った1955年の選挙戦だ。60年前に実施されたそれが島民たちの間に帰避すべき記憶として残っているんだ。そんなに大変だったの？狭い島、誰もが顔見知りであるような環境。その中で行われた選挙は支持者と立候補者の間の結びつきが強いだけに熾烈を極めたようだ。対立候補を応援している相手とは口も利かないくらいに両勢力の関係は険悪だった。なるほど。それは確かにしんどいかも。選挙で落選した鹿野氏を応援していた島の有力者が島を追われる事態にもなったようで、狭い島にしこりが残ったという。追放されちゃったの？選挙で負けただけでまるで憎むべき敵のように扱われるわけだ。島民が村長選に立候補する気にならないのもわかる気がするよな。でも実際に藤本親子は独裁政治をしていたの？さすがに独裁が60年も続けられるとは思わないんだけど。もちろんその通りだ。かつての主要産業だった塩田の廃止で姫島村は存亡の危機にあった。それを見事に立て直したのが先代村長藤本熊雄氏だ。その功績を称え、村の名誉村民に選ばれ、有志によって銅像まで建てられているんだぜ。銅像。それはちょっと宗教感あるわね。そして名誉村民は他にも西村栄一氏という姫島村生まれの元官僚がいる。熊尾村長が改革を成し遂げられたのも、西村氏が中央とのパイプ役を担ってくれたおかげだとされる。つまり姫島村の復活劇は、村長だけじゃなくて西村氏の功績でもあるのね。しかし、息子の藤本昭雄氏は完全に独裁政治体制を敷いていた。助役や副村長を置かず、村長一人で村の行政の全権を掌握する体制を敷き続けているんだ。思ってたより独裁体制だったわ。ナンバー2を作ることもなく、自分の後継者を育てようともしなかった。さらに、村は1955年の選挙で村が二分したことで選挙を避けようという雰囲気があるため、積極的にライバルが出てくることもない。村長の座を脅かすものはないってこと？そうだ、下克上をされず、ライバルは生まれず、寝首をかかれる恐れもない。まあ古今東西の為政者が心がけてきた権力維持の定石とも言えるな。ここまで徹底してるといっそすごいわね。ただ独裁体制といっても、姫島村の島民にとって悪いことばかりじゃないぜ。どういうこと？絶海の孤島にありながら生活インフラは充実、村主導で光ケーブルを引っ張り、村役場にケーブルテレビ局を開設し、下水道は 100% 完備されている。すごい、いい環境じゃない。港湾事業や車エビの養殖事業などの経済政策も推し進めてきた。
雇用を増やすワークシェアリングを導入して、島内で雇用を確保している。村役場の運営は賃金を抑えて多くの職員を雇う方針で、日本のワークシェアの元祖ともされる。このような政策を行ってきたため、島民の13人に1人は姫島村の公務員。臨時職員も含めれば、7人に1人は公務員という事態にもなっているんだがな。ほぼ島民イコール公務員状態ね。だが雇用を生み出す政策をしてきたからこそ、独裁の尊重に雇用を握られる形になり、さらなる強固な独裁体制を作り上げてきたとも言える。盤石の体制にしか思えないわ。親子2代で世襲の独裁体制を築き、ワークシェアリングなどで平等性を打ち出した村の行政が、まさに住みよい北朝鮮と言われるゆえんだな。2016年、姫島村で61年ぶりの村長選挙が行われた。村は大騒ぎだったでしょうね。この時の村長選挙では、現職の藤本明雄氏だけでなく、対抗馬として新人の藤本敏和氏が立候補した。え？同じ藤本さん？ああ、名字は同じだが親戚関係はないぜ。村長の立候補者が2名になったため、村長選挙が行われることになった。結果はどうなったのかしら？投票の結果、現職の藤本明雄氏が当選したぜ。さらに、2020年にも現職の藤本明雄氏と新人の藤本敏和氏で村長選挙が行われたが、またしても藤本明雄氏が当選している。明雄村長強すぎるわね。2016年の村長選挙の後には、当選した藤本明雄氏は報道陣に対して次のように語った。小さな自治体での選挙戦はよろしくないとの意を強くした。住民の分断を生むからだ。これからも村長選は無投票の形に持っていきたいってな。それじゃあ選挙の意味が全くないじゃない。日本が民主主義国家である以上、選挙で地方自治体の首長を選ぶのは当然のことだ。独裁体制を築いてきた村長が選挙の直後にこの選挙戦はよろしくないというのは、村民にとってかなり重い一言だっただろうな。そりゃそうよ、もはや圧力にしか聞こえないもの。揉め事を避けるために村民自ら独裁を選択した、つまり権力者側の都合ではないということだが、民主主義が否定されているという点では中国やシンガポール等の開発独裁体制と同じだ。開発独裁体制って何？発展途上国が先進国に追いつくため、国民の生活を犠牲にしてでも、国の経済発展に必要な部分に資本を投入しまくる政治体制のことだ。初めて聞いたわ。かつて開発独裁体制を取っていた国の多くは、政治腐敗に陥り、国民の不信を招いて民主化する、という歴史をたどっているんだ。民衆の反発は必至だもんね。2016年の村長選挙は、姫島村にとっての民主化と言えるのかもな。少なくとも2024年までは、現職の藤本明雄氏が姫島村の村長でいることが確定している。体制は変わっていなくても、村民の意識は変わったのかしら。何らかの理由で藤本明雄氏が辞職しない限り、藤本親子の独裁体制は64年間は続くことが決まっているわけだ。しかも、それ以降も独裁体制が続く可能性は十分にある。それにしても独裁がいいか悪いかは別にして、住みよい北朝鮮という表現はぴったりと言えるかもしれないわね。姫島村は良くも悪くも結束力の強い、典型的な地域社会ということがよくわかったわ。そうだな。霊夢の言う通り、結束力は常にいい方向にだけ働くわけではない。実際、悪い方向に発露して起きてしまった陰惨な事件がある。どんな事件なの？姫島村では、1962年3月にリンチ殺人事件が起こっている。村民39人が2人の兄弟をリンチして殺害した事件だ。そんなことがあったんだ。この姫島村リンチ殺人事件も、姫島村の闇をあぶり出す事件の一つだ。被害者となったのは、1956年に島に帰郷した20代の兄弟だ。どんな兄弟だったのかしら？二人は姫島村に戻ってきた後、映画館やパチンコ店などを経営していたんだ。しかし、別府市の暴力団関係者と付き合いがあり、姫島村でもヤクザまがいの犯罪行為をしたり、島の権力者であったおじの権威を使い、周囲の人間が逆らえないようにしながら好き放題していた。この兄弟の被害者は100人以上にもなっていて、島民は島の警察に被害届を出していた。だが村議会議長や議員の親戚ということもあり、警察は積極的に動くことなく握りつぶされていた。そうなの？さらに、訴えようとした人たちにはお礼参りをし、暴力団などとの関係をほのめかし、脅迫恐喝することもあったらしいぜ。島にとんでもない迷惑をかけていたのね。そんな中、1962年3月上旬、村の青年団が少女歌劇公演を無料で開催した。そうしたら当然ながら映画館の客は減るよな。そりゃそうなるわよね。映画館を経営していた兄弟は、村の青年団を逆恨みして脅迫したんだ。青年団のメンバーは身の危険を感じて、公民館にみんなで避難して、そこで集団で寝泊まりしていたらしい。何をされるかわかんないし、みんな怖かったでしょうね。だが、3月29日に兄弟が公民館に殴り込みをして、青年団のメンバー9人が怪我を負った。堪忍袋の尾が切れた島民たちは集会にて兄弟への報復を決め、
39人もの人を集め、3月30日午前2時頃、兄弟を呼び出して取り囲んだ。我慢の限界だったんでしょうけど、棍棒などの武器を持った島民は兄弟を力の限りを出し続けた。その後、兄弟は姫島診療所に運ばれたものの死亡している。集団での暴行で止まらなくなっちゃったのかな。3月30日には青年団の9名が警察に出頭し、事件に参加した39名のうち15名が傷害致死罪で起訴された。二人を殺害したリンチ殺人事件だが、最も重い刑罰だった人でも懲役2年であり、多くの人は執行猶予付きの判決となった。え、さすがに刑が軽くない？刑が軽くなった理由は、まず暴行は懲罰目的で、殺害を目的とはしていなかったこと。次に多くの人がリンチに参加して群衆心理が働き、コントロール不能に陥ったとされること。そして事件が起こった責任は被害者にもあること、が主な要因みたいだぜ。心情的にはわからなくもないけど、でもそうしたらやられたらやり返す、とか復讐が成立しちゃうわよね。その通りだ、被害者側にも相当問題があったが、それにしても軽すぎる、違和感の残る判決だ。そしてこの事件がニュースで報道され、姫島村は全国的に有名になった。センセーショナルな事件だもの、当然よね。当時は週刊誌も新聞もこの凄惨な事件をこぞって特集したらしいぜ。凄惨なリンチ事件に39人もの島民が関わっていたことから、島民全体に暴力的なイメージがついたようだな。どうしても全体的にそういうイメージになっちゃうのね。この事件を元にした小説やドラマもあるんだぜ。姫島村にはまだまだ独特の闇がたくさんある。闇って例えばどういうことがあるの？成人式は着物 NG という慣習もそうだ。え、成人式といえば着物でしょ？だよな、女性は振袖を着ることが多い。だが姫島村では成人式に着物を着てはいけないんだ。姫島村では1969年から成人式で着物、つまりは服を着ることを認めていない。でもなんでダメなのかしら？理由は経済的な理由で着物を用意できない家庭への配慮とされている。平等を重んじる理由も住みよい北朝鮮と言われる姫島村っぽいよな。でももちろん振袖が着たい人だっているでしょ？その人の自由は尊重されないのかしら？実際にこの風習に抗議して振袖着用で式に参加しようとした女性も過去にいたらしい。だが式への参加自体を拒否される事態になったと言われている。やっぱり閉鎖的な環境だし、同調圧力とかもすごいんでしょうね。他にも怖い闇ってあるの？さっき言ったように、姫島村では藤本親子による独裁体制が築かれてきた。その影響で、姫島村の村長以外の要職も藤本家、村長の息のかかった人物が独占しているらしい。村長だけじゃないの？村長選挙は約60年なかったが、村議会議員選挙はある。基本的には村長の藤本家関係の人間か、村長の息のかかった車海老養殖業者の人間だ。ちなみに村議会議員の定員は8名だ。それが村長の関係者で埋まっちゃってるんだ。しかも、村の議会はすぐに終わる。一般質問がないため、すぐに終わってしまうんだ。過去36年間で質問に立ったのは5人だけと言われている。え、5人だけ？ああ、2012年に15年ぶりの質問があったらしいぜ。それは間違いなく完全に藤本家が姫島村の政治行政を握っているわね。さらに言うと、子供社会も藤本家が牛耳っているみたいだぜ。学校では藤本家とつながりのある児童や生徒がリーダー格になる。そしてその児童生徒には、教員も逆らうことができないなんて話もある。村の人はそれで本当に納得しているのかしら？だが村民の7人に1人が公務員なわけだし、いいとは思っていなくてもなかなか抗えないだろうな。そもそも村民の7人に1人が公務員ってめちゃくちゃよね。ああ、労働人口の7人に1人じゃないからな。子供や高齢者も入れてその割合はちょっとゾッとするわね。まさに住みよい北朝鮮そのものだな。他にもまだあるぜ、忘年会の酒代は長年公費負担でやっていたんだ。どういうことなの？毎年12月の議会閉会後に村議党が参加する懇親会、つまり忘年会を開いていたんだが、そこで出されていたビールなどの酒代は公費から捻出していたことが2020年に判明した。ビールや焼酎などが合計約260本、これを毎年公費から捻出していたんだぜ。慣習になってたんでしょ？いつ頃からなのかしら？村の関係者曰く、30年以上前からの恒例行事だったとのことだ。公費忘年会を誰も疑問に思わなかったのかしら？まあこれも長年の独裁体制の弊害だろうな。そんなことがあっても村長が変わらないあたりが何よりも怖いわよね。最後は、前村長である藤本熊雄氏の銅像の前で祭りをやっていることだ。さっきも触れたが、熊雄氏の銅像が有志により建てられている。え、銅像の前でお祭り？ああ、銅像の前で毎年10月に銅像祭りという名前の祭りが催されているんだ。まず神事があり、そして小学生以上には弁当、幼稚園以下の子供にはお菓子が振る舞われる。その後、お楽しみ抽選会や村民芸能大会が開かれるそうだ。お祭りの内容は普通に楽しそうだけども、こういう催しを通して村民の心をつかみ、支持を取り付けていたとも言われるな。
前村長にはお世話になったし、息子の現村長も支えなくちゃ、って気持ちにさせるのかしら？そういうことだろうな。独裁体制作りに使われているのだろう。村長崇拝、って感じが怖いわね。まあ嘘ではないだろうが、少々過剰に世話になった、村長のおかげ、という認識が刷り込まれているように思えるよな。うん、海洋って意識はなかなか生まれない環境な気がするわ。閉鎖的な環境だと人とのつながりが密接になり、その分同調圧力なども強くなってしまう。昔の日本の村っていうのはどこもそういった雰囲気があったんだ。姫島村は現代日本じゃもはや珍しい古い体制が残っている村なんだ。それが独特な怖さに感じるというわけね。マリサ、解説ありがとう。すごく興味深かったわ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。